どうもこんにちは、まこちゃんです。今日はですね、物を覚えられなくなってきましたという話でございます。はい、というわけでですね、今日は老いトークでございます。はい、まあ、テーマにしたいのがですね、物を覚えられなくなってきましたというお話でございます。はい、まあ結構ね、老いトークしてると思うんで、もしかしたらこの話もしてるかもしれない。これも老いなんだけどね。まあどっちかというとね、やっぱ忘れてしまう、やっぱ結構やっぱ忘れがちになってしまうよねって老いの話はしたんですけど、まあ最近ふとして気づいたこととして、あ、覚えらんなくもなってるなってことでございます。はい、物を覚えらんない、物とか、まあ、名称か、どっちかというと名称を覚えらんなくて、あ、やべえ、年取ってるわーって感じてます。で、結構ね、新しく、この年になってもね、新しく知ることとか物とか、まあ、あと例えば人、芸能人みたいなやつで、どんどん増えていくから、もう全然ついていこうとも思ってないんだけど、まあ、これを覚えたいなとか思っても、まあ、全然入ってこない。もう特にカタカナね、カタカナ、英語みたいなやつは、本当に入ってこなくて、で、つい先日もね、アイスの話になりまして、で、アイスでソフトクリームの話になった時に、なんか高級ソフトですげえ有名なやつがあるらしくて、それすげえうまいんだよって話になって、それがまあいろんなところで食えるというところで、ああ機会あったら食ってみてーわーと思ってたんだけど、でそのソフトクリームのなんか4文字なの、カタカナで、今もう俺思い出せませんなんかね、もうやべ、それも出てこねえよなんだっけ、ラングドシャの皮でそこにソフトクリーム入れて食べるみたいな、なんだっけな、モンベルとかなんかそんな名前のアイスクリームがあるらしくて、あ、ソフトクリームね、ソフトクリームあるらしくて、それがすげえ美味しいって話をしたんだけど、もうその4文字全然入んなかった。でその会話の中でも常にその言葉言いたいんだけど全然出てこなくて、もうモンベルとかリンベルとかなんかそんな敵全然多分違います。編集の時に調べて下に正解出しておきますけど、正解これです、正解。はい、もうこれが出てこなくて、今も出てこないですけど、もうやっぱ入っていかないんだろうね、入っていかなくなってんだよ。でこれに関してはやっぱ忘れてんじゃないんだよね、最初に聞いたことを忘れてんじゃなくて、そもそも入っていかないのよ、その4文字が、カタカナ4文字。うん。で、まあ、興味ないことだったらしょうがないんだけど、そのソフトクリーム俺結構食いたいなって結構食いついたの、その話にね。食いついたから覚えたいなと、比較的自分の意思があるにもかかわらず、カタカナ4文字、もう全然覚えられなかった。結局、今も出てきませんよ。編集の時に調べて、ああ、これか、ってなる。モンベル。今の俺の予想はモンベルみたいな。絶対モンベルじゃねえんだけど。っていうところで、本当にやっぱ老いは怖いねっていう話ですよ。本当やっぱ忘れてくし、覚えらんなくなってくっていうのはなるほどなと、本当に思う。覚えらんなくなる。特にやっぱカタカナ、本当覚えらんないし、あと顔の認識機能とかも多分低下で、もともと多分俺はそれは低いんであれだけど、人覚えらんなくて困るね。人覚えらんない。顔がもうわからない。同じに見える。同じに見える現象あるんだよね。もうだから、同じに見えるって全く同じに見えてるわけじゃないよ。何かしら違うけど、そんなに区別つかないみたいな。この辺も多分多いなんだろうな。まあ、ただ顔の認識に関しては、もともと俺は多分能力低いから、全然見分けつかない人もいるらしいよね。うん、だからそういう意味では俺もどっちかというとそっち寄りなんで、まあ、そんなに老いのせいで見分けつかなくなったとかってもないんだけど、やっぱね、とにかく老いを感じますよ。やっぱ覚えらんない。覚えらんないし忘れていくからね。いや、そら怖いよ、本当に。まあ、特に多分カタカナとか、そういう英語とか、そういうのって、枠決まってんだよね。枠、自分が覚えられるようなキャパシティね。それはもう埋まっちゃったんだよ。多分36年間で。埋まってく上に、さっきも言った物、要は物忘れみたいな感じで、そのキャパもどんどん狭くなっていくわけだ。すでにあったキャパから狭くなって、もうここも満員みたいな。ごめんなさい、満員です。満車です。みたいな感じで、全然入ってかない。それはソフトクリームは俺もう今ったり覚えられないけど。だからね、やっぱりね、老いて悲しいね、と思うよ。ほんと、覚えられない。ソフトクリーム俺頼めないもん、俺。
あれなんだっけ、あれなんだっけですよ。まあ、それが売ってる店はもうないんだけど、全然近くに。だから多分、当分買う当分ね、食べられる機会はないですけど、本当にね、仮に今目の前で名前言えれば食べれますって状況でも、一切出てこない。もうモンベルで頭いっぱい。モンベル多分全然関係ない。なんかキャンプかなんかアウトドアのブランドだよね、モンベルってね。自分で言っててわかるもん、モンベルは。そんな、モンベル、モント、なん、もういい。っていう感じで、どんどん置いてきております。だから、これからね、新しい言葉とか、何か聞いた時には、もう多分全然入っていかないんだろうなって思います。はい。これから新しく追加されて、上書きされていく言葉って、本当に希少、少数しかないんだろうな。入らない。そもそも入らない。入っても忘れるみたいな。で、認知症の人に、認知症になるとね、昔の記憶はあるけど、新しい記憶はないみたいな。昨日の記憶はないけど、10年前の記憶あるみたいなっていう話聞いたりするじゃないですか。ああ、だからそれの延長上なんだろうなって、今の現象の。今の俺の普通の老いの現象がひどくなった時にそういうことになるんだろうなって思います。はい。まだね、かろうじて昨日とか一昨日のことは覚えてるかな、ギリギリ。昨日のね、飯とか、昨日の、一昨日の飯とかは覚えてるんで、ギリギリまだやれてますけど、でも本当にそういうね、まあなんとか追いない。まあ追いはもう避けれないけど、まあなんかね、ちょっとね、頭使う。やっぱパチンコとかパチスロ一番頭使うからいいんかな。あれ頭使うからね。頭使う。まあパチンコはま頭使わないけどね。パチスロはもう頭フル回転してますから。これがモード A で、これが B か、みたいな感じで頭使うんで。ボケ防止にはパチンコパチスロぜひいいんじゃないかな。あ、でもパチンコも頭使ってれば、ここでチャンス目が来たら、チャンス目何回来たら、とか、この法則でこうで、とか頭使うもんね。やっぱね、ボケ防止にはパチンコパチスロいいんじゃないかな。そんな感じで、老いとね、パチンコパチスロしながら老いと付き合っていきたいなと。やめねえのかよ、正しいですけどね。はい。まあそんな感じで、ちょっとね、新しい言葉は、どんどん覚えづらくなって、非常にね、怖い。ちょっと怖いなと、自分自身の老いに、ちょっと恐怖を感じてるということでございました。はい。ソフトクリームは結局思い出せずに終わりたいと思います。いや、気になる。気になるな。もうでも絶対入らないんだよな。まあ、老いもあるし、あとその言葉自体が入らないっていうのもあるじゃん。自分が覚えられる、覚えられない。これ老いとは関係なく、そもそもなんか苦手な文字面ってあるじゃん。カタカナでも。それだったんだよね。モンベルは近いと思うんだけどな。なんだっけな。はい。そのソフトクリームぜひ皆さんもね、食べてもらえればなと。名前も出てこないですけど。美味しいらしいんでね。結構高級、ほんと高級らしい。1本600円ぐらいするらしいんで。あ、なんか店によって違うのが、値上げで変わったのかわかんないけど、なんか600円近くするっぽいんで、すげえ高級なんですけど、俺も一回はちょっと食べてみたいなと。機会あったら食べて、名前もわからないそのソフトクリーム食べてみたいなと思います。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと、今度も喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。